どうもエルザです。それではウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さて今回は市場閉鎖ということでネットワークのハッキングだね、やっていきたいと思います。まあこの辺りだね。もうね、着いた。ネオゲートは近年台頭しアンチウイルスの市場を牽引しています。この成功の裏にはケリーが関わっていると見て間違いないでしょう。そしてこれから私たちがその全てを台無しにします。聞いて、私もあなたと同じ気持ちよ。一刻も早く連中を吹っ飛ばしたい。でもまずはできる限りの証拠を集めましょう。そのためにここまで来たんだから。まずはカメラネットワークをハッキングして情報を集めましょう。あー、結構重装備なやつが増えてきたね。それはハッキングして、これはあそこか。よし、これでオッケー。何が起こってる。あら、飛んでいっちゃったー。気をつけていきたいところだけど、アクセスポイントは必要か。そこ出てくれるのは助かる。さよなら。で、君もおやすみなさーい。問題なし。あっちを見てみる。で、どうやって中に入っていくかだけど、今回罠がそんなないんだよな。あー、近か。で、パスワードは、よしよし。
で、どっちみち上に戻らないといけないと思ったら下に行ったね。俺さらに？ああ、あるね、専用が。で上がる。あ、結果見えねえ、見えねえ。うん、違う。あ、戻ってきたね。まあ、パスワードゲットしたし。あー、上にあるのか。いやー、陽動するにもって感じだな。これね、あー、そこからか。落ち着いて張ってけ。目があったね。早くどっか、よし、たー、よし、これで、さあ、これも研究開発、これから探してたのは。質の開花のものです。なんだか少しワクワクしてきませんか。様々な化学薬品を調合したボツリヌス菌、コノトキシン、サクシニルコリンと言ったところでお前にはわからないか。とにかく完璧な調合のためにかなり試行錯誤した。すぐに死んじまったり内臓が汚染されたら困るしな。嘘でしょ。ここでマイクロチップを埋め込んでるんだわ、実験台として。バグリー、映像を全部記録して証拠として使ってやる。他にもあります。清潔を心がけるのは良いことです。感染症のリスクは避けたいですからね。まだありました。マイクロチップによって引き起こされる発作が問題ね。商品にダメージが残って価値が下がる恐れがある。特に目は繊細と。マイクロチャージが原因の可能性があるみたい。下部への損傷は最小限だけど約 34% の事例で。あのさ、バグリー、これ以上見てると目に焼き付きそうだ。止めてくれ。さあ、情報は取ったと。これに関わった奴は地獄の特等席で存分に苦しむといいわ。ゴールデングースのデータと一連の映像、それに爆破に関わった証拠も手に入れた。メアリーに正義の鉄槌を下すには十分な量の材料だ。そうね。まずは早いところ爆破させてマイクロチップを無効化しましょう。よし。ということで、地下に行くと、特にはないかな、ここにはね。司令とテイクダウン狙ったけどね。どこ行った。
はい。おで、こっちも、おやすみ。よし、静かになったね。行こう。地下に降りていくには、開いた。お見事です。よしよし、あっちにあるのか。あれどうやって取るのかな。メアリー・ケリーの商売おしまいにしてやるよ。サーバーを吹っ飛ばすんだ。サーバーに負荷をかけて、あっちか。ただあっちに行くには、こっちでいいのか。いや、ただ出れるだけか。逃げ道は確保して、反対側は別の階段があるね、多分ね。ほう。これは？ハイジャックじゃないのよ。お、むしろ目的地に来ちゃったね。あー、これはキャラクターで来ないとダメか。そんな感じがするね。大変だな。それはもう終わってるやつだね。ちょっと上お邪魔するか。来ないのかい？グズグズするな、探せ。はい、テイクダウンもらいで、オッケーかな。さて、あとは地下だよ、地下。他に行ける道は、ないよね。ああ、そういうことね。
そういうことか。もっとあったあったあった。いやー、そっちじゃないね。そしたら、スパイダーボット投げ入れて、これでやった方がね、何かと楽なんでね。よし、解除。こうだね。で、持っていって、一つは OK。じゃあ次。解除。解除。解除。あ、これはやばいパターン。今のタレットか。マイクロチップの機能はすでに停止しています。ケリーの金のガチョウは肝臓すら用なしですので、ゴミ箱にポイしてやりました。バグリー、それ特に笑うとこない。やばいやばいやばい。本当に笑えない状況になる前に脱出することをお勧めします。外出たと思ったけど、よし、こっち、よし。危なかった、今のは。ドローンか。これで十分よ、デッドセック。今すぐ法務長官の事務局に連絡を入れる。時間を無駄にはできない。これでメアリー・ケリーを捕まえられる。本当にありがとう。がっかりさせるなよ、ケイトリン。待って、まだケリーに囚われてる人たちはどうするの？チップを埋め込まれたままだよ。見殺しになんてできない。メアリー・ケリーは奴隷たちがもはや奴隷ではなく証人になる可能性が高いということにすぐに思い至るでしょう。彼らが死体に変えられてしまう前に可及的速やかに捕らえた方が良いでしょうね。そいつはまずいな。ケイトリーの計画には多少の影響が出るかもしれないけど、残された人たちも救わないと。ケリーの拠点はサンドストーンレジデンスです。マップに印をつけておきました。さあ、やっとご対面という感じかな、今回はね。よし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 。墜落。お、マスクもなんか手に入るね。テクノロジーは相変わらず。いや、欲しいのはそんなにないかな。よし、会話はなし。はい、ということで、今回はここまでとなります。採用候補がいますので、よろしければご確認を。位置情報を送ります。はぁ、まぁ、今回ここまでだね。まぁ、なんとかやられずって感じだったけど、まぁ、ケリー編はこのキャラで最後までやっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃ、またねー。